皆さんこんにちは、霊夢だよ。今日は、両つべでゆっくり実況をされている先輩、なおさんのコースを遊んでみるんだぜ。ハイフンマリオや、マイクラとかの実況をされているので、よかったらそちらも見に行ってね。オリジナル、また系を使っていて、とっても可愛らしいんだよ。特に、葵さんは最高に可愛らしいんだぜ。このコースは可愛らしいというより、鬼畜系かな。クッパやトゲネッタの攻撃をかわしながら、ドッスンを落として鍵を取ればいいんだね。そして、キノコうまく取れなかったな。攻撃が激しいから、キノコないとちょっとクリア難しそうだね。ここもバブル、かなりいやらしいタイミングで出てきます。おかげで、キノコをゲットする難易度が結構高くなってるんだぜ。そうは言っても、取らないとジリ貧になっちゃうから、頑張ってゲットした方がいいと思うよ。クッパの炎って、不特定がなくてランダムだから、回数重ねても避けやすくならないね。でも今のところなんとか避けられてるんだぜ。お、それはサクッとクリアしちゃいますか？いつも一発クリア狙って頑張ってるんだけどね。おっと、ギリギリだったな。ああ、ついにダメージ食らっちゃったか。でも、ドッスンを落とすのもあとちょっとだよ。落ち着いてゆっくりやれよ。よし、鍵ゲットしました。そして、慌ててミスりました。さっきはやられたけど、これでなんとかクリアできそうだな。ファイアーバーに苦戦させられてたんだけど、なんとか注意することができるようになったかな。あとは、ダメージ食らっちゃった時はゴリ押しでもなんでもいいから、ドッスン先輩を落下させちゃった方がいいね。そうだね、ヨウム。やっとヨウムもゴリゴリの素晴らしさが分かってきたみたいで、私は嬉しいよ。私は決してゴリ押しがいいとは思わないが、このコースの場合はダメージ食らってしまうのは前提で作られてる感じがするからな。実際問題として、チビマリオになってからの方が攻撃を避けやすいもんね。よし、今度こそ注意してね、霊夢。オッケー、私に任せなさい。マリサ、このコースはどうだった？はじめは攻撃の激しさに戸惑ったけど、何回かやって周囲を見られる余裕が出てきてからは、楽しんで遊べたんだぜ。ナオさん、どうもありがとうございました。それでは、いいねして次のコースに行きます。導かれし者たち、よく見ろ、違うぞ。ドラクエ4の仲間外れと言ったら、ほら、あれだよ。ドランかな？いや違うだろ。それでは本人かな？それも違うだろ。ほら、あいつだよあいつ。ピサロさん。違うよ、まだわからないの。他に誰かいたっけ？ああ、勇者のおじいさんのピコリさんかな？それとも、コスマンさん。人間キャラっていうのは合ってるんだぜ。ほら、あの役に立たないあいつだよあいつ。え？他に誰か NPC いたかな？ああ、やっとわかったよ。あいつのことだね。お、やっとわかったか。それじゃあ、ゲームで言うよ。ゲームの、勇者の先生。勇者の先生って、主人公に剣や魔法を教えてたあの人たち？ずいぶん地味なところをついてきたんだな。長年特訓しても、勇者のレベル1のままだったし、教える才能なかったんじゃないかなと。霊夢のぐらいっていうのは、まだなんとなくわかるんだぜ。リメイク版ならともかく、ファミコンじゃほとんど使いどころないでしょ？見た目、能力、人気、同じ魔法使いとしては。マーニャの方が完全に上を行ってたもんね。バイキルトも、逃げる8回の裏技使えば、ほとんど意味なかったしね。まあ、その裏技に関しては、ほぼデスピサロだけの話だけどな。クリプトも、納得かな。もはや、クリプトといえばあの呪文だね。効果のない敵に対して延々と唱え続けるあの呪文、だらき。あの呪文にイライラした人、結構いるんじゃないかな。ネタとして割り切って楽しんでた人も結構いたんじゃないかと思うよ。ミネアのヒットポイントが少なすぎたから、クリプトを入れてる感じだったような気がするな。あ、そういえば全然実況してなかったね。いわゆるドラクエ歩きでクリボーと並んでゴールを目指すよ。場所がないっていうことは、きっとここはダンジョンの中なんだろうな。今回は最後までドラクエの話になってしまい、申し訳ありません。ちょっと宣伝なんですが、マルさんという方がニコニコでドラクエなどの音楽をアップしていらっしゃいました。エレクトーンで奏でる音楽、最高なのでよかったら聞きに行ってみてくださいね。次は月曜日だよ。